です。おじょんぴです。さあ、今節も元気いきましょう。コアラ JM の J1 第26節振り返り、乾杯です。ということで、本当につらいですけれども、この26節振り返っていきたいと思います。もう1日サラダで大丈夫です。いや、全然切り替えられてません。正直つらいです。さあ、今回26節の結果、こちらになりました。ちょっとかなりボリューミーになってます。本節の特徴で、まずはトップ3のチーム、共にですね、勝利がなく足踏みしているという状況になります。さらには多くの会場で、今節ゴラストが生まれました。まあこの札幌のゴールもそうだし、まああと浦和のね、あの松尾のゴールなんかも非常に素晴らしかったです。まあそれはあの、後々、各試合見るときに紹介していきたいと思います。さあ、それではまずね、我々が応援しているチームの試合から見ていきましょう。まずはね、こちらの東京対、川崎フロンターレのこの玉川クラシコ。こちらね、見ていきたいと思います。お前ちょっと辛かせよ。ええな。ブレイキングだ。はい。お前だろ。こちらに関して2人の解説やっていきたいと思います。よろしくお願いします。何それは。いや、ポップアップスターが。はい。今週末あれそうなんで。はいはいはい。いや、それ川崎関係あるの。はい。全然今関係ないけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、隠すよ。隠すよ。はいはいはい。今そういう場所じゃないから。さあ、ということで、このね、3対0の試合見ていきます。8点とか何勝ち点6関係ない。違う、3たす3。うん、はい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 。このね、試合見ていきたいと思います。ありがとうございます。はい。さあ、まずね、こちら3対0となってしまったんですけれども、やっぱ試合全体通してみるとね、東京側からすると、チームの完成度にやっぱ大きな差がね、あったと感じないいられない、そんな試合でした。まあ正直、敵、何してんのそれ。何やっぱ敵ながら、やっぱ特に山田慎、そして高井の出来はね、スーパーだったと思います。東京としては自分たちの時間帯で決定機、決めることができず、より、試合難しくしてしまったと、そんな印象でした。ちなみにこれね、ソバスコアのデータによるとですね、決定機の数で言うと、5本ということで、川崎より多く決定機を作ってるのですが、1点も決めることができませんでした。ゴール期待値も 2.13 と、川崎が上回りながら無得点と非常に厳しい状況になっています。さあ、東京のスターティングメンバーの特徴としてはね、中断前も、まあ、多くこの組み合わせ使っていた、中川、そしてディエゴのこの前線の組み合わせになります。川崎のスタメン注目ポイントってあったんですか、今回。いや、注目って言えば最近非常にいいメンバーじゃないですか。はい。大島さんもね、てかやっぱ怪我人が帰ってきた。はいはいはい。大きいですね。大島選手、三浦颯太選手、などなど。はい。などなどってエトセトラでまとめる。いや、車屋選手も帰ってきた。はい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 。そこは大きいです。はい、怪我人追ってきて盤石な状態のようです。はい。さあ、ちょっとまず試合を見ていきたいんですけれども、前半のね、15分あたりまでは、だいぶ東京が押し込む時間帯多かったと思います。はい。うん、特にやっぱ右サイドのところからうまく崩して、決定的なチャンスもいくつも作りました。はい。まあ、この時間に関してはですね、ディエゴのね、ポストプレーのところもうまく効いていたと思います。右サイドのクロスから遠藤に決定機というようなシーンもありましたが、決められず、さらにはあの12分のシーンですね、左サイド徳本のパスから川崎ディフェンスに当たったところ、孫亮とディエゴ1対1になるんですけれども、ここも、決められず得点を奪うことができませんでした。ちょっとここはね、東京としては是が非でも得点が欲しい時間帯でした。あそこ耐えたのは本当にでかかったです。何ですか。いやいや、その15については以上ですね。いやー、だからもう入り悪いなって印象でしたね、こちらからすると。はい。で、これね、ちょうど試合中も話してたんですけど、やっぱりこのチャンスを逃すと流れ相手に行ってしまうもので、そこから一気に川崎ペースになっていきます。5分間でですね、なんと一気に2失点をね、食らってしまいます。共にクロスボールから山田慎に、決められると、そんなシーンでした。はい。じゃあちょっとこの2得点については解説お願いします。いや、もう見たまんまですね。はい。解説も何で解説しろ、詳しく。見たまんまのとかウルフルじゃなくて。何。いや、見たまんまのいかにも適当な。何の話。いや、そういう歌詞があります。はい。じゃあお願いします、2得点について。いや、1点目はでもやっぱマルシーニョ選手の駆け引きじゃないですか。そこ、はい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 、クロス上げるんじゃないかっていうフェイントから、やっぱね、あのヘディングもすごいですね、下がりながらの。あれをちゃんと枠に入れてくる山田選手、素晴らしいです。ギリギリだったんじゃないですか。あのギリギリだったっていうのは、野沢選手もね、本当に書き出そうとしてましたけど、はい、ポストに多分接触するぐらいギリギリのところでした。はいはい、ありがとうございます。はい。2得点目のところは、いや、もうそれはね、こちら方のパスも、はい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 、山田選手のパス素晴らしかったです、まず、はい、で、右サイド深いとこ取ってから、回してって、ファンベルメス経験サイ選手がフリーでね、
クロス上げて、もうピンポイントで、もう試合がもうね、すごい安堵の表情でしたね。はいはいはい、アシスト取れたっていう、ピンポイントのクロスから決めると、あのヘディングも最高でしたね。もうはい、パーのサイドネットにかな、コースも素晴らしかったです。いや、まあ空中戦にはね、シンガーラスのもう岡が完全にあそこはね、競り負けていました。まあ、身長差あるんですけれども、競り負けるっていうか、まあ、もう先に問われてたっていう感じですね。そんな競ってる印象ない。まあ、競ってはないですけどね。もうだから本当にピンポイントで合わせるような、はい、うん、そういうボールだったように見えてます。まあ、競ることもできてませんでした、そういう意味では。っていう意味では、うん、もう最初の競り合う、それはすいません、発言間違えました。はい、まあだからちょっと岡に関してはこの試合はあのね、3失点ともに絡んでしまうということで、まあちょっとこの経験を糧にして成長していってほしいなと、そういう試合になりました。もちろん岡だけの責任はないですからね、そこは。ただ直接絡んだというところではそういうシーンです。でしかも山田氏はこれ3戦連続2得点ということで、はい、一気に2桁そして11点と、はい、素晴らしいです。さあ東京としてはね、まあ、ちょっとやっぱクロスの出どころへのちょっと守備も、まあ、少し緩いようなところもありまして、この2失点後もだいぶね苦しい展開が続きます。まあ、中盤のこのデュエルの部分でもだいぶこぼれ球とかそこら辺川崎拾われてたんじゃないですか。はい、うん、まあ、そのまま東京ね、チャンス作ることなく前半を折り返す形になってしまいました。東京としてはこの流れを変えるために荒木を投入してですね、打開を図っていきます。ただまあ立ち上がりチャンス作ったりするんですけれども、攻撃が、ね、やっぱり単発に終わってしまい、なかなか決定的なチャンスを作るというところまで至りません。さあそんな中時間が進んでしまい、72分に、3失点目を喫してしまいます。じゃあここら辺についてもお願いします。いやもうここもね、復帰してから絶好調の三浦颯太選手、クロスでアシストとかもしてましたけど、この試合は、フリーキックから素晴らしいボール入れてきましたね。高井選手に合わせやすいっていう話もしてましたけど、あ、そうなんですね。試合後、はい、ドンピシャのクロス、高井選手も素晴らしいヘディングでね、ゴールパフォーマンスもすごい良かったです。寝たかったというはい、そういう話もそんな話したんです。いや、なんかもう家永さんが後ろからなんか足下げケツつついてましたけど、はい、いやすごい好きです。はい、かなり、ね、ホームであんなことやるのはかなり屈辱的です。まあそれね、雰囲気いいなっていう感じでしたね、今チーム状況が。はい、高井は本当得点だけじゃなくて守備面ビルドアップのところで本当すごい活躍だったんじゃないですか。はい、うん、いやだから前半のディエゴのね1対1シュートブロックに入ったシーンとか、もうあそこのミス、ちょっとねやばいミスから一気にもうキーパーと1対1っていうところでもう急いで戻ってきてね、その辺の危機察知能力というか冷静さ、スピードも素晴らしいです。非常に厳しいです。いやでももうヒカックも互いにホレホレしてました。はい、はい、その後ですね、東京84分に荒木の素晴らしいボールキープから、右サイド駆け上がってきた遠藤がねフリーでボールを受けてシュート1対1打つんですけれども、ここもまたもやチョン・ソンリョンに止められてしまい得点奪うことができません。はい、いやソンリョンもこの試合もかなり当たってました、作ってくれました。うん、でその後はね、白井、さらには小柏はもうチャンスを迎えるんですけれども、ことごとく決めることができず3対0での終戦となってしまいました。まあちょっと個人的にはね、終了間際に、川崎のゴール裏では東京を倒すんだチャンスもあって、もうかなり苦しい、本当にきつい腹痛が煮えくり返りそうな、そんなホームでの敗戦となってしまいました。帰宅者が多かった印象です。うん、はいはい、試合終了前だ話題になってました、それが。3万7000人以上のお客さん入ったということでね、初見の方も多かったと思います。はい、その方々の前でこの試合だったっていうことは東京ファンとしては本当に悲しいです。こちらの準備お願いします、お願いしますとかじゃなくてね、まあ、やっぱり本当の意味で長いファンを作っていくためにやっぱりフットボールでね、魅了するってことはいかに大事かっていうことをそこも感じた試合になりました。何したんですか。いやいやいや、改めてね、いやなぜ笑ってるの。この試合で感じたんですか。いやこの試合だ、そういう皆さんの様子見てね、はい、うんうん、なんで笑ってんの。そこ大事でしょ。はい、じゃあちょっと試合全体を通してはどうですか、これ川崎ファンとしては。いいんじゃないですか。いやいいさ、その適当な感想じゃいられんね。いやでもやっぱね、後半戦こっから反撃いくぞっていうところでね、ここも絶対負けられない試合だったんで、クリーンシート
勝つ 3-0、 もう2試合連続 3-0 ですね。もうこっからいきましょう。3連勝ですかこれで。はい、ようやくトップハーフの方入ったんで、もっと行きましょう。さあ一方東京側としてはですね、敗戦あったんですけれども、ちょっとね、もう事実東京ダービー負けられない試合が控えてますんで、もう正直ちょっと下を見てる暇はありません。勝ちしかありえない試合なんで、東京ダービーはダービーの彼は必ずダービーで返さないといけません。具体的な選手でいうとやっぱ荒木、小柏はここはぜひスタメンで、見たいなと個人的には思っています。そしてあの翌日の練習試合のところでいうと、まあエベルトン、あとは寺山翼、ここらもね試合に出たということで、そこらのメンバーがどうこのダービーに絡んでくるのか注目していきたいところです。まあちょっと本当に苦しいあの状況ですし、いろいろ言いたいことあると思うんですけれども、もう次あの勝つしかない試合なんで、なんとか下を向くことなくサポーターと切り替えてヴェルディ絶対倒しましょう。あなた下向いてください。下向いてくださいって何、もうそんなスリッパぶっ壊してるんだから、うん、それぐらいのちょっと気精神が壊れてしまいましたけども、下を向いてください、うん、こういう状態が正直メンタルとしてはこういう状態、それでもそんな僕でも前を向いています。試合のせいにすんな、なかった、うん、関係なく壊れてます。はい、以上がタイムクラシックの振り返りでした。いやフロンターレ本当みんな素晴らしかったです。ちょっときつかったです。やっぱねこういう状況の時の家永さんとか大島亮太さんとか本当にね頼りになりますね、リードした状況での。はい、ちょっと本当山田真のねボールキープとか神がかってました。あと田島田選手も素晴らしかったし、はい、佐々木選手も素晴らしかったし、うん、はい、わかりました。はい、うん、そうそう、お帰りください。誰に手振ってんだよ、関係ないサンダーちゃんが今。ありがとうございます、井口さん。動画見ていただいて。いつか J リーグも一緒に見に行きましょう。だもう期待してないって。うん、だから成長は。うん、そうそうそう。しない、成長しないことを期待してくださってありがとうございます。だもう座れ。で、こういうアシスタントです。関係ない。そういうアシスタントって何？いや、いるでしょ、こうやって、なんか人間と。うん、はいはい。ランク王国みたいにいらねえんだ。下がれ。さあ、ということでね、他にも本当に今節激しい試合が多かったので、見ていきたいと思います。まずは前節段階でのトップ3チーム、町田、鹿島、ガンバの試合を見ていきましょう。さあこちら、首位町田はですね湘南ベルマーレに 1-0 で敗戦という戦になりました。町田はですね直近3試合勝ちなしとなっています。ただですね2位鹿島も敗れたため、2位との勝ち点差は3差ということで縮まっていません。一方湘南は直近5試合負けなしということで非常に好調です。さあまずこの試合前半はですね、町田特に相馬のいる左サイドからチャンスを多く作っていくんですけれども、得点までは至りません。11分のシーン、相馬勇気がですね、得意のカットインからシュート見せるんですけれども、これは惜しくもバーに当たるというシーンもありました。そんな中後半立ち上がりに、湘南池田のゴールで先制点を奪います。このゴールアシストも素晴らしかったですね。田中聡の本当針の穴を通すようなパス、ここ池田がですね、ドレシェビッチ庄司のこのセンターバックの間で受けてうまくトラップして、ゴールを決めました。その後ですね、特に終盤にかけて町田は猛攻仕掛けるんですけれども、湘南が体を張って守りきり宇野ゼロでの勝利となりました。まあここ直近ね3試合、勝ちがないということで黒田監督もですね、今までやってきたことがかなり散漫になってきていると試合後のね談話では話しています。この3試合勝ちのない中、町田がどう立て直してくるのか、次節以降にも注目です。さあ続いてこちらの一戦見ていきましょう。ジュビロ対鹿島の一戦は2-1逆転で岩田が勝利となりました。岩田と鹿島といえばですね、かつて二強と言われたようなこともありました。名門対決になります。今回の試合はエコパスタジアムに3万3000人近くのお客さんが集まったということです。いやー熱かったですね。熱い試合でした。はい、降格圏にいるジュビロがジャーメン、さらにはペイショットを出場停止で格中、6試合ぶりの勝利となりました。さあこの試合前半は鹿島ペースです。サイドを使った攻撃でですねペースを握り、38分に、名護が獲得した PK を鈴木優真が真ん中ど真ん中に決めて先制、 1-0 で前半を折り返します。ただ後半岩田はですねクルークス、古川、さらに山田ですね、攻撃のカードを切っていったこともあり徐々に攻勢に出ていきます。77分です、その交代で出てきた山田がですね投入後即ゴールを生みます。右サイドクルークスからのボールにですね本当に難しい体勢で体をうまくひねってダイレクトで合わせました。いやこれ本当すごいゴラストでしたね。
さらには終盤の88分です。一瞬の隙をついてスローインから抜け出した上村がクロス、こちらにですねファーサイドの古川が合わせて、逆転に成功します。これね古川がですねクロスに対して角度のないところから素晴らしいコースに決める見事な逆転弾でした。まあ岩田がですね今話したように交代選手がしっかりと結果を残し逆転で、このホームエコパで勝利を飾りました。さあ続いてこちらの試合見ていきましょう。ガンバ対柏の試合、こちら0対0のスコアレスドローとなっています。ガンバはですね2試合連続のこのスコアレスドローで首位町田との勝ち点差を詰めることはできませんでした。さあこの試合ですね前半に関しては両チームチャンスを作るんですけれども得点までは至りません。この試合両チームのエース柏はですね細谷、そしてガンバ出場停止役の宇佐美、前半非常に、チャンスを作っていました。まず細谷立ち上がりにはですね、相手のディフェンダーを背負ってボールを受けてですね、そこからカットインして強引にシュートまで持っていくというようなシーンもありましたがゴールまでは至りませんでした。まあ細谷ねやっぱり五輪でのプレーでさらに自信をつけたのか、試合を通して非常にキレがあるプレーを披露していました。さあ一方ガンバのエース宇佐美はですね6分左サイドのドリブルからエリア内まで侵入していきですね強烈なシュートを放つんですけれども惜しくもバーに当たるというようなシーンもありました。70分にはですねサビオの素晴らしいスルーパスから左、15がクロスを上げて木下がフリーでシュートを打つんですけれども一森がビッグセーブで止めて得点にならないというシーンもありました。そのまま両チーム得点までは至らずこの試合ドロー決着となっています。さあそれ以外の試合ですね開催中に予定をまとめて見ていきましょう。まずはこちら札幌対福岡の試合、こちら配信で見ましたが激闘になりました。2対2のドローです。残留に向けて、是が非でも勝ち点そして勝利欲しい札幌が土壇場の同点弾でなんとか勝ち点1をつかむという試合になりました。さあこの試合立ち上がりから両チームチャンスを作るオープンな展開で試合が進んでいきます。序盤のですね14分、札幌の宮澤がエリアより少し不用意に、ボールを持ちすぎてしまいですねそこザヘディがボール狙っていました。そしてザヘディを倒してしまい PK を献上してしまいます。まあここねザヘディがしっかりと落ち着いて決めて福岡が先制に成功。これ札幌としてはねあまりにもったいないミスとなってしまいました。いやもったいないどころやねミスがあるね。こちらにもミスがありました。はい、さあ福岡はですね攻守の切り替えが非常に素晴らしく札幌チャンスを作れないまま1対0のまま後半に入っていきます。さあ札幌はですねこの状況を打開するために58分に、サンチェスを投入します。このサンチェス前線でのですねターゲットとなり非常に札幌の攻撃活性化していきます。そんな中70分にですね獲得した PK を鈴木武蔵が決めて札幌同点となります。まあこのシーンね福岡のゴールキーパー村上攻撃してましたけどちょっとシミュレーションか結構微妙なシーンではありました。さあそのまま1対1のまま試合進んでいきアディショナルタイムに本当に、ね、劇的なドラマが起こります。さあまずは福岡にですねアディショナルタイムゴールが生まれます。右サイド小田のクロス札幌ディフェンダーが弾いたところをですね亀川がダイレクトボレー、これがそのままゴールに吸い込まれて、素晴らしいゴールで福岡が2点目を奪うことに成功します。このゴールを奪ったのがですねアディショナルタイム6分の中95分23秒のゴールということでもうこのゴールでねやっぱり誰もがこれ福岡の勝利を確信したんじゃないでしょうか。ただここでは終わりません。札幌がですねこれもうほぼこの試合ラストプレーだったと思います。田中克幸が素晴らしいゴールこのラストプレーで決めます。ゴール右、30メートル近く離れていたところから左足を振り抜き、それがゴールに吸い込まれて奇跡的な同点弾。田中克幸ね大卒ルーキーになりますけれどもこのゴールが J1 の初ゴールとなりました。まあ本当に土壇場でのね、この劇的なゴールでなんとか勝ち点1を手にしたという札幌になります。この勝ち点1が、この残留へとつながるんでしょうか。今後のところに注目です。さあ続いてこちらの一戦ですね広島対セレッソの一戦、2対0広島が勝利となります。好調広島がなんと4連勝で3位に浮上してきました。一方セレッソはですね5試合勝ちなしとなっています。まあこの試合はですね広島の新加入のアルスランが大活躍した試合となりました。さあまず前半はですね一進一退の展開の中試合が動いたのは後半になります。62分にですね復帰戦となった川辺に代わってアルスランが投入されます。そのアルスランが早速結果を残します。78分、エリア内のですね井上の落としから、シュートを決めるんですがもうこれがですね本当に血を這うようなコースを狙ったシュート、ゴールの左隅に決まってですね、
ゴールキーパーも一歩も動けない素晴らしいシュートとなりました、うんうん、さらに85分にまたもやアルスランが決めます。右サイド井上からのクロス、ここもねディフェンスいたんですけれども、2回のこのシュートフェイントでですね3人のディフェンスを欺き、さらにはゴールキーパーも倒して決めるという本当に芸術的な技ありのゴールでした。ゴール前であれだけの落ち着きをね持って決められるというのは素晴らしい技術の持ち主だと思います。何笑ってる？いや、メンタル面、メンタル面もね、で落ち着きを持って技術って、技術も素晴らしいよ。いやけど、うん、メンタル狙い打ちされた技術もあるから、ね、うん、技術って技術です。はい、はい、前節のまとめ動画で言いましたが、アルスランも今後のねちょっと活躍止まらなそうだな、そんな印象です。で、何？いや、はい、うん、いや、シュトゥットガルト戦で見てます。いや、そうです、生で見てますから。はい、はい、いや、そして広島もねここから上がってきそうですね。はい、さあ続いてこちらの試合ですね。名古屋対ヴェルディの一戦は1対0で名古屋が勝利となりました。名古屋が実に11試合ぶりのクリーンシートでの勝利、一方ヴェルディは今季初の連敗となりました。さあこの試合ですね、まずは7分パトリックのゴールで名古屋が先制点を奪います。トスからの新加入菊池のですね浮き球の絶妙なパス、パトリックがうまくトラップして、そのままゴールに流し込みました。パトリックは3試合連続のゴールとなります。1対0名古屋リードのまま試合進んでいき、67分です。ヴェルディ谷口の左のクロスから染野がですねフリーでヘディングするんですけれども、ランゲラックがこの間一髪のところ右手で触り、しのぐというようなシーンもありました。チームを救うサイドです。中盤にかけてヴェルディも攻めるんですけれども、ここは名古屋守備陣体を張った守りでしのぎきり、1対0で名古屋が勝利となりました。次節はダービーです。さあ続いてこちらの一戦見ていきましょう。サガン鳥栖対レッツの一戦は1対1のドローとなっています。まず鳥栖のトピックスとしては、河合監督が契約解除となりました、そこでテクニカルダイレクターを務めていた、北井さんが監督になりまして、今回初陣となります。そしてね浦和も大きなニュースがありました。キャプテンを務めていた伊藤敦樹が、海外移籍に向けてチームを離れると衝撃的な発表もありました。まあ浦和としてはですね2ヶ月でキャプテン2人が退団するという、もうこれは異例事態と言えるでしょう。さあこの試合前半はですね両チームチャンスを作っていくんですが、得点奪えないまま後半へと入っていきます。後半の立ち上がり、サガン鳥栖が決定機を決めきることができず、先制はですね浦和です。72分、松尾がですねもう衝撃的なゴールを決めます。 50m 以上を1人でドリブルで運んでいきですね、最後は名手パク・イルギュさんのこの股を抜くシュート、松尾のゴールで浦和が先制に成功します。しかしこれ79分です。鳥栖のですね、このロングボールに対して少しアバウトになっていたところ、浦和のですねディフェンダーがバックパスの処理をミスりですね、ここに鳥栖にというかもう詰めていたヒアンがボールを奪いそうになり、ゴールキーパー西川と衝突してですね PK を献上する形となってしまいます。まあここはちょっとねバックパスが不用意なバックパスとなってしまいました。初めての会場みたいですね。らしいですね、うん、まあ西川もあそこはそうですね、まあ止めなきゃいけないシーンだったんで、どうしても手が出てしまったというところですね。この PK をヒアンがですね落ち着いて決めて、トス同点とします。その後はですねサガン鳥栖この数的有利を生かして攻め込んでいくんですが、追加点までは奪うことができず、1対1のドローでの終戦となりました。さあ続いてこちらの一戦です。マリノス対神戸の一戦、まあ、試合を通して優位に進めた神戸がですね逆転勝利、勝ち点3を得ました。まずですね42分コーナーキックからエドワルドのゴールでマリノスが先制に成功します。しかしその直後獲得した PK を武藤義成、ヨッチが決めて、神戸はですね即同点に追いつきます。さあこの試合後半に入ってもですね前半から引き続いて神戸優勢流れは変わりません。そんな中65分にまたしても武藤義成によってゴールが生まれます。右サイド広瀬の素晴らしいスルーパスから裏に抜け出していた武藤がこれをうまく受けて、ゴールキーパーの動きもよく見ながら股を抜く芸術的な技術があるシュートで武藤が2点目を奪うことに成功します。この逆転弾が決勝点となり、神戸が勝ち点3を奪うことに成功しました。さあ最後こちらです。新潟対京都の一戦、こちら配信で見てみました。2対0で新潟が勝利となっています。京都が実にこれ7戦ぶりの敗戦で降格圏へ転落となってしまいました。この試合立ち上がりからですね京都が押し込む中、先制点を奪ったのは新潟です。京都が前節に続いてですね、この後ろのつなぎの部分でミスが出てしまい、そこから PK を献上してしまいます。素晴らしいコースに小野裕二が決めて新潟が先制に成功。後半はですね立ち上がりから非常にオープンな展開になります。そんな中新潟の交代策が的中します。70分に途中出場の谷口がゴールを奪います。このゴールですね、右サイド鈴木浩二がスルーパス、それを受けた松田栄太郎がクロス、
そこに谷口が合わせるということで、このトップ10に絡んだ3人すべて、途中出場の選手になりました。まさに交代策的中です。これね、エリア内の長倉もですね、おとりになる非常に良い動きだったと思います。効率よくいい時間帯に得点を奪った新潟が、そのまま失点をせずにですね、2対0で、勝利となりました。谷口選手よく点取ってますね、最近。はい、何をしてる。すいません、音出せよ。音出せよってなん楽器じゃねえんだよはい、ということで谷口のこのいい時間帯さあ、それでは一回水飲みます。さあ、それではですね、今節のベストゴール発表したいと思います。ちょっと悩んだんですけれども、今節いろんなゴールが悩んだんですが、私はあの札幌の田中克幸のゴールを選びたいと思います。まあ、アディショナルタイムの劇的なゴールであったこと、まあ、やっぱりこの札幌の今の状況というところも含めて、まあ本当素晴らしいゴールだったと思いますので、私はこのゴールを選びました。じゃあ、あなたの方は。いや、まあそれ以外で言うと山田選手のゴールかな。はい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 、やっぱ後ろに下がりながらのヘディング。いや、そっちの山田はい、いや、どの山田。まず、いや、新田裕之さん、水色なの、両方とも。はい、うん、どの山田か言え。矢田博樹さんです。はい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 、いや、あの後ろからのね、ボールにあの反転しながらのダイレクトボレー、すごいですね。はいはい、素晴らしいゴールでした。はい、さあ、それでは順位表を見ていきましょう。首位町田、そして2位箇所ともに負けたため、勝ち点3差変わっておりません。ただ2位以降がですね、だいぶ混戦になってきました。広島が3位に浮上してきてですね、2位鹿島勝ち点47、5位神戸が勝ち45ということで、勝ち点2差の中に4チームがいるという状況になっています。さあ、それでは次節の対戦カード見ていきましょう。こちらになります。まず8月16日、近畿ですね、札幌鳥栖の、まあ、これ裏天王山ということになるんでしょうか、この試合観戦配信で見ていきたいと思います。さらには土曜日、東京ダービーがあるんでね、それもちろん現地行きますんで、皆さんよろしくお願いします。いらっしゃい。はい、さらに次節注目のカードたくさんあります。浦和鹿島の試合があって、あと神戸ガンバの上位対決もあります。さらにはね、川崎をマリノスとの神奈川ダービーということで、注目のカード目白押しになります。はい、ということで J1 第27節もみんなで盛り上がっていきましょう。はい、下向いてる言わないよ、ダービー絶対勝つぞ。さよなら。ちょっとは見ろよ。ちょっとは見ろよって何。いや、暇ないとか言うな。うんだ、下見、今は見ません。この動画いいと思ったら高評価お願いします